新芽のもと。そうです。見て違うんですけど、こっちが1年目でこれが2年目だ。触ってもらうと分かるんですけど、結構お肉が。お願いいたします。選ばれる食材、商品を作るということが非常に重要な視点になっていると思います。このようなビジネスチャンスのきっかけを作って、皆様の今後の商談のですね、販路開拓等に向けて、ご支援をしてまいりたいと思います。真っ黒な花豆で非常に光沢があって、美味しい花豆です。全国でも茨城県の北部でしか、生産されない、花豆、これを、シンプルに煮豆にしました。味はですね、非常に甘みの強い、そしてボリュームがありますので食べ応えがある。心の手作りのポークジャーキーです。茨城県産の豚肉を使用し、肉の厚さに注意を払ってシンプルな味付けで、食感を大事にしています。お酒のおつまみやお子様のおやつに幅広い方に召し上がっていただけると思います。八郷のですね、果樹を利用して、特産品を作ろうということで5年ぐらい前から始まっております。で、商品としては果樹を使った贅沢ジャムということで、これは昨年から出たんですが、お土産品として手軽に持っていただけるということで、レソトのフルーツを利用しましたドロップを作っております。紅はるかの、焼き芋をご紹介いたします。約1年間熟成させまして、この糖度はですね、だいたい40度から45度ぐらい、スイーツと同じぐらいの甘さを維持するために、日々努力しております。70代ぐらいの方ですね。写真が好きでですね、皆さんああやって地方から来てるんですね。派遣の方が多いですね。いろいろなバイヤーさんと出会うことで、今後つながると、継続的につながっていける、それによってさまざまな出会いをまた深めていただくことで、販路開拓につなげていただければというふうに思っております。